目標クリア。どう考えても既存の技術体系からは外れているんだけど。エリゼ。兄様。兄様。すまない、こんなにも時間がかかって。俺に力が足りなかったばかりに。いいえ、いいえ、こうしてまた会えただけで、それだけで十分ですから。それに私、今まで兄様にひどいこと。分かってる、もう何も言わなくていい。とにかくよかった、こうしてお前を抱きしめられて。ディスコン極まれりだね。ちょっと羨ましいな。一途な思いか。本当によかったな。父さんも元気そうで何よりだよ。かわないでくれ。なんとかなったみたいね。みんな、どうやら離宮の近衛兵も一通り制圧できたみたいだな。いえ、帝国臣民として当然の働きをしただけです。それと士官学院全体の団結があってこそですから。もしかして陛下もトールズのご出身でしたか。そういえば皇太子殿下はどちらにいらっしゃるのですか。ああ、あのちょっと可愛い感じの。こらフィー、それが。そうなんですか。ちょっと心配ね。皇太子殿下なら王城へお連れしました。王城？バルフレーム宮に？一体どうして。開演校が執り行うという儀式、それに協力していただくために。どうやら知っていることを一通り喋ってもらうしかなさそうね。ああ、フィー、ミリアム、
オッケー。はい、動かない。にひひ、逃がさないよ。儀式の内容は私も詳しくは知りません。ですが少々遅かったみたいですね。何？この歌声って。あの時と同じ。一体どこから。どうやら空からのようだが。この歌は。そんなのって。エマ君。エマ、どうしたのだ。魔女の眷属に伝わりし、最大の禁呪とされた歌、とこしえの闇から赤き絶望を呼び出すもの。ルシフェンリート。これは。天命の狭間を滑る者なり、炎の守り手が据え、今より恩美にことほぎの歌を贈らん。それでいい。愚帝に打ち砕かれし祖先の大望、今こそ叶えてみせよう。マリーナ殿下、全ての決着がつくまで少しばかり我慢してもらうぜ。
コーマ城、黒の司書の記述通りだね。こたびは灰の実が目覚め、青と相争うか。随分前回と違うようだが、どのように落着するのかな。それはまだ分かりません。ですが、どちらに転んでも貴族連合の勝利は万全でしょう。そして見喰らう蛇は計画を進め、私も望みを叶えることができる。行きましょう、グリアノス。物語を最後まで導くために。よければ閣下も付き合いますか。今なら特等席を用意させていただきますわよ。歌姫の誘いはあまりに魅力的だが、今回は遠慮しておこう。裏のことは海援校と君たちに任せた。私は表に目を配りながら結末を見届けさせてもらうさ。釣れない方、それでは。物語、誰について歌ったものなのやら。まあいい、私も己の使命を果たすとしよう。知る必要はない。すでに伝えた通り、防空に専念したまえ。赤き翼に備えてな。あれは。それでは私はこれで最後の任務が残っていますので。ごめん、逃げられた。あ、そういや捕まえるんだっけ。イーサン、もうそれどころじゃない。一体あれは。あの巨大な建物は。皆さん、ご無事ですか。
ー